iPad で撮ったものをそのまんま、iPad から YouTube に上げて、それを Facebook でシェアしてるやつです。内容は本当に、考えてるものをアイディアをちょっと見てもらいたいなっていうのが目的でいたりする。そうすると写真だったりとか、あとは映像だったりとか、組み合わせて、簡易的なものを浄土宗の最高の本だったり、この豪華絢爛の一番の式典をちょっと検討していただいて、餌ってすごく高いものらしくて、もう一番高いくらい素晴らしい景色の餌を皆さんに。どうでもいい写真なんだけど、このボケが面白いでしょ。気持ちゃってるね。なんとなくね、ボケてるから面白いでしょ。そうだよね、そこがなんか面白い。そうそう、そう、これが1月2月だよね。これが3月4月、これが5、6か。今月が今度7、8になると、今度氷のやつをこうイメージしてね。奥様なんですが、なんで奥様に来てこんな写真撮ってきたかっていうものまで、これ見たけど、歩道のところに何か非常に何か頑張って咲いてるっていうのが好きでした。こんなとこでも咲けるんだっていう。これはお庭のところでちょっと見つけたもの。これは、お蕎麦食べる前のところのお寺さんでお掃除終わりっていう。でこれは例の酒蔵です。今日ね、アップしてみたら別段綺麗なものじゃなかったので、これに終わらせた方がいいかなとね。いや、有機の面白いものを見つけたっていうんで、なんか安藤さんのと比べるとなんで見たけかしらっていうようなもの。以上でございます。それで、これはこの前ちょっと、富士山行った時に、富士山行ったというか、ちょっと天気良かったんで、何人かで、田んぼに映るのを誰か見つけて撮ろうかということで、でこう人が多くてですね、なかなかこうちゃんとした写真が撮れなくて、人が多くて、それでちょっとこう、デジブックっていうのも多分ご存じと思います、カラーでね、そこあるんで。これがもう最後のですね、富士山が見えて最後というか、そこでどうだったなという、ここで終わりです。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。